POG 戦線を見てこの馬は強いと断言できる馬はほとんど少ない。しかし、この馬はほぼほぼダービーには順当に行けば、行けるのではと小屋猿が確信している馬がいる。その馬の名前こそ、エゾダイモン。なんとも今では珍しい古風な名前だが、スケールはデカすぎると言っても過言ではない。馬主はあの馬娘プリティダービーでおなじみの藤田進オーナーだ。そんな藤田進オーナーが持つ馬が POG 上でもすごく注目を集めている。血統背景としては、父ハーツくらいに母メジロツボネという血統、ノーザンファームの旧社長が、クラシックでも活躍でき、調教の動きを絶賛し、いかにも切れそうなタイプ。という文言から末足もある程度は光るタイプだと言えるだろう。素直で操作性があるとの文言もあり、やはりこの馬はダービーを狙える素質を持った馬だと POG の本でも確信するレベルである。旧社長のコメントはリップサービスだと思う方が存在するだろうが、この馬の注目のされてる度合いは旧社関係者だけにはとどまらない。トースポ POG ではノーザンファームにインタビューした、松並記者も最初にエゾダイモンを見た際には、立場は1番バッター。その実は4番バッター。とスケールの大きさを認めるぐらいである。誰もが認めるドラ1候補として君臨しており、これは走ると明言している。いやいやマスコミのリップサービスでしょう。トースポなんか信頼ならんぞ。ユーポ以外は信じないぞって方もいるかもしれない。しかしとっておきの証言が存在する。それは鞍上の武豊、ブログを更新し目から鱗の発言をした。武豊はブログ内で覚えておいて損はない名前、として日記を更新し、このように書かれていた。乗った感触は非常に良く、早期デビューに舵を切ってもらいました。エゾダイモンという和風な馬名。血統通り、距離が伸びても良さそうな素質馬です。もちろん、これからが山あり谷ありでしょうが、覚えておいて損のない名前と思います。と発言。期待の高さが伺える。わざわざ武豊が一頭だけのためにブログを更新するのも珍しい。このような発言はディープインパクトの時も、これ、ディープインパクト、は皆さん覚えておいてください。と言っただけに期待の高さが伺える。さらにこの馬はなんと6月の安田記念の前日の新馬戦でデビューが決定している。これはもう間違いなく、大物になると私は実感をしている。ここまで言って馬券をかけないのもあれなので、単幅合わせて5000円で勝負する。皆さんにこの馬の姿を分かってもらいたい。藤田進オーナーは馬娘プリティダービーで世間を席巻しているが、JRA でもこの馬が馬強い伝説のような伝説級の期待を見せてくれることを期待している。